はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、これです。初めて見た輪行袋、うんうん、初めて開けます、これ。はい、ね、開けましょう。はい、まあ、僕たちも旅行に行って、旅行先で自転車乗りたいと思うことがすごく増えてきたので、うん、まあ、練習がてら今日はこの輪行袋に自転車を収納するっていうことを初めてやってみたいと思います。一緒に勉強しながらね、うん、やっていきましょう。全然やったことないので、もうめちゃくちゃ YouTube の動画をね、見まくりました。見てた見てた、ずっと見てた。すごいね、やっぱり、うん、これ今 YouTube って何でもあるからさ、先輩方がさ、いっぱい作られてる輪行の方法っていうのをさ、うん、もうひたすら見まくって、でそれを自分なりにこう、なんですかね、手順書みたいなやつをちょっとメモってみて、うん、それを見ながらね、今日はやってみたいと思います。まあ、はい、できるかどうか分かりませんけど、やってみよう。はい、一緒に勉強しようね、うん、はい、では輪行にチャレンジ。全部メモってきた、うん、これ全部説明欄にちゃんと書いて、うん、後で自分たちが見ても分かりやすいように、ま、復習できるね、復習できるようにまとめるんで、はい、はい、まずは、ギアをね、アウタートップに入れます、うん、アウタートップ、そうそう、アウタートップ、まずこの前の方のこのギアを外側のアウターに入れます、うん、これでインナー、内側がインナー、外側がアウター、うん、なので外側に入れます、うん、まあ、今入っちゃってるけどね、そのアウターに入れるとかなんとかに入れるって、ギアを変えて移動させるってこと？そうそう、この、そっから分からんのね、このギアを変えて、はいはいはい、なんですね、うん、なってるなってる、はい、アウターとトップに変えました、次にブレーキのクイックを上げる、初めて聞くでしょ全部、うん、ブレーキってこことここについてる、ここにこの緩めるやつがついてる、うん、前と後ろも緩める、うん、簡単に緩むの？そうそう、これだけで OK、うん、緩めます。はい、じゃあ次にね、タイヤを外します。はい、はい、これちょっとひっくり返そうかね、もうなんか、うん、不安定なんで、よいしょ、いや簡単に取れちゃう。そうそう、ひっくり返した方がやっぱね、取りやすいっちゃ取りやすいよね。そしたら前輪も外しますよと、うん、次に、スプロケットにカバーをつける、うん、ガリガリね、そう、ここにカバーをつけるってことよね、はい、一回このクイックを外しておきます。はい、シャンプーハット、本当だ、ガリガリハット、そう、ガリガリハットよ、ほらめっちゃガリガリハットじゃん、オーストリッチ、ダチョウ、はい、ガリガリハット、お、ガリガリハットをガリガリにつけます。そうそう、なんか、なんか可愛いなんか意外に原始的やったなんかね、そのハット原始的やったね、はい、これ OK、次にエンド金具を取り付ける、うん、エンド金具って初めて聞いた、うん、これです、うん何これみたいな、うん、ほんとなんだそれね、え、まあこうコンパクトになる、これとなんかこれが付いてる、後輪から外したこのクイック、はいはい、方向の中に入れるんですよ。これ向きあんのかな、向きないのかな、こんな感じで、うん、入れてこんな感じ、うん、なんこれどこにつけるかっていうと、ここの後ろのところ、うーん、ここにつける、へー、でこのチェーンを中に入れるというコートだそうです。で、グッと持ってきて、まあ、耐え上がった位置に、うん、っていう感じで、へえ。あ、でチェーンも固定されるし、そうそう、チェーンが固定されるんで、これがここにガチャガチャ当たらないから、ここに当たらないし、これで固定できますよという。で、ここが下になるってことね。へー、うん、リアのギアを、うん、ローまで入れてしまう、
うん、中に入ってきた。中に入ってきた。はいはいはい。次に、フレームを垂直に起こす、うん、エンド金具とシートで直立させると、うん、90度これを。どういうこと？こういうことですね。こんな感じ。うわ、思いもかけないスタイルになってきた。このエンド金具のところが今垂直になってないので、なってない、ね、不安定だから少しなってない。これをちょっとこう中に入れて移動できるんだね。そうそうそう。あ、今すごい安定した、まっすぐなったよ。はいはい。ここしっかり締めてあげたらバッチシ、これでバッチリ安定かな。ほら倒れない。いや倒れないね。うん、そのスタイルで立つとは思わんやった。このスタイルで縦型で袋を入れるってことよ、うん、あ、もうそのさ、ハンドルはそのままなんやね。ハンドルそのまま分解してここまでなんや、はい、一体どこまで分解するんやろうと思って。あ、タイヤを外すだけだね基本的に。あ、そうなんだね、うん。次にペダルの位置はこのシートステイルに沿って、うん、右が上、左が下、うん、はいはい、だからこういうことだね。うんうん、ってことですね。はい、合ってるかな。うん。それからこのハンドルは今ちょうどこうなってるけど、こっち側に来ますと。うーん、これでバランスが取れてるんだよね。うん、なんでかというと自転車ってこっち側にこうギアがあって重たいから、うんうん、その分これでバランスが取れてる。なるほどね。こっち側にすると結構不安定、これすぐ倒れる。確かに結構危ない。それでこっち側ですよと。あ、もういよいよ、うん、タイヤでフレームを挟む。タイヤでフレームを挟む、こういう感じ。ガリガリが内側ね、カバーしてるからね。うん、でこれね、こういう感じかな。うん、もう収まってる。あ、でもなんかここのチェーンに触れちゃうよな。これはね、これがいいのかな、触れても。はい、でタイヤを挟んだらいよいよこうタイヤを縛って袋に入れます。はい、デデン、お初デデン。うんうん、袋と、オーストリッチ。かわいい、ちょっとナイロンなのにオーストリッチ。そして紐が入ってました。うん、それで固定するんかな。そう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 。でこれが、うん、おそらく肩にかけるストラップで、うん、これが、うん、何本もある。3本、うん、これで縛るんですね。はい、はい、うん、このフレームとタイヤを縛ります。はい、で、3箇所だそうです。うん、1箇所がここ、うん、2箇所がここの下、うん、で3箇所がこの辺、うん、ということでこの三角形で縛ることによって、まあ、安定するということですね。うん、じゃあやっていきます。はい、はい、これん、なんか違うな。あ、こうしてタイヤに絡んでなかった。こうしてこ、ん、向きが違う。これいいか。これで縛る。お、いけた。うんうん、これめっちゃ長いね。うん、こういうもん長い。次がここですよね。うんうん、 OK。 おお、びっくりした。こういうことになりますね、うん、初心者はね。なるなる。そこ縛りやすそう。うん、これいけた。うん、まあでもできた。うんうん。おお、タイヤをつけてみたんですけど、挟んでみたんですけど、なんかね、やっぱ不安定だな、すごく。うん、ちょっとした反動でスーッと倒れちゃうから、なんでかなと思ってたら、挟んだタイヤが両方とも浮いてるんですよね、地面から。うん、せっかくだったらこれなんかこう
ちゃんとしっかり地面につけて安定感がある、ハの字の安定感があるようにした方がこれは倒れないんじゃないかなと思って、まあ、その辺はちょっと分かんないんですけど、まあ、こういうふうにハの字になってタイヤもつくようにやってみようと思います、うん、もう一回ちょっと紐結び直しかな、うん、ちょっとねタイヤの挟み具合とこの縛り方を少し変えてみたら、まあ、タイヤがちょっとハの字になって割と安定するようになりました。うん、確かに、うん、ここかな、この後ろのちょうどクランクがあるところからこう来てここにつけてここを肩にかけるという感じですね。ついにこの輪行袋にね入れていきますが、向きはこのここから紐がピュッと肩紐が出てるんで、この肩紐の穴がねここにあるんですよ。これがここを外伝って出てくるから、へー、これがこっち側ね。これをこの中に入れますせと、うんうん、こんな感じ、うんうん、あでここからこれ、こっからこれなんか下から入れて上にするだけかな、うんうん、はい、これで OK で、あとはこれ巾着になってるんでこうやってこっちも全部入れちゃって、うん、これで OK じゃない、うん、これで完成その中に入っちゃうと自転車って誰も思えない。こんな感じで、おお、すごい、いけたいけた、できたよ、初めてにしては。いや、バッチリでしょう。実際結構時間かかったけどね、調べ一生懸命し紐のとことかで、うん、面白い、これでこれだったら多分車乗るよね、うちのセダンにも。うちの車に乗せてこれで阿蘇とか行きたいな。いいね、うん、いやなんか意外にできましたね。ただやっぱまだちょっとなんとなくこう出来栄えとして不安定な感じがする。ビシッとなるように研究したいと思います。うん、でも夢広がったかも。そうよね、だって泊まりに行けるし、うん、車の中にね着替えとかも入れれるし、うん、へー、ワクワクするね。うん、いや結構大変だった。でもお疲れ様でしたでも初めて見て面白かった。めっちゃ汗かいたもんだいや結構難しいですねやっぱね。まあ、ただなんか初めてやった割には意外と初めてでもしっかり丁寧にやればできるんだなっていうことが分かったんで、あとはもうちょっと反復練習して、まあ途中倒れたりとかしたら危ないし、自転車にもなんかねちょっとこう壊れたりとかしたら嫌なんで、うん、もうちょっとこう安定してきちんとできるやり方を勉強しつつ、うん、実際にね今度はこれを車に乗せたりして旅行に行こうかなと思います。行こう行こう、はい、はい、というわけで初めてのチャレンジでした。お疲れ様。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もう一回組み立ててみるわ納得いくまでやろう